はいどうも世界一ストイックな怠け者をてっけてっけです。 はい、そして、明日はメンテビになるので、今日最終日のガチだったり、イベントをやり忘れがないか、一緒に見ていきますか。はい、そして、毎度おなじみ、アップギャラリーですね。放置少女に課金するのであれば、トップクラスに安く15、15%還元で、期間限定で課金できるサービスで、その他、放置プレイヤーにお得な特典もあるので、こちらのバーコードか概要欄から課金する際は、アップギャラリー利用してみてください。はい、まずなんといっても、プレイヤーさんガチャですね。今日ガチャ最終日となりますが、まあ、私の結論としては、基本見送った方がいいのかなと思います。まあ、もうその理由としては、大きく一つですね。まあ、5月の大型アップデート、まあ、それが迫ってきて、 るのがあるので原報とかまあ、課金温存しておいた方がいいかなってところですねこのゲームだいたい5月から7月ぐらいの間ですねに大きな変化をもう一段階入れてくるゲームになっててまぁ、あ、去年で言うとセイマルキャラクターの実装 一と年しでいうと、声援装備の実装、で、さらにその1年前だと、MR という新レアリティの実装という感じで、まあ、この5月から8月、7月ぐらいの間に結構大きな動きをしてくるゲームなんですね。で、今年も大型アップデートが来るということで、まあ、内容を少しずつ小出しには出てますが、まあ、そんな中で昨日の、はい、こちらの大型アップデートに伴うガチャ回収のお知らせということで、まあ、運営さんから公式にアナウンスがあった内容ですね。まあ、今までと違い、絆ではなく、副賞が直接入手できるようになりますとああいうようなアナウンスがあって、まあ、 ちょっと物議を醸し出し出ま,まあなんかこの文章からついに MR の1個上の EX だとか、まあ、新しいレアリティの副将ちゃんが出てくるんじゃないかだとかいろいろ憶測が憶測を呼んで、まあ、中にはね引退しますみたいな。 意見もあったりして、まあ、だいぶ昨日の動画コメントがいつも以上に跳ねる形となってて、まあ、あの動画では基本的には私的には運営さんにちょっと解釈の仕方が何種類かできてしまうのでもうちょっと細かくこれはこういうことですよっていうのをアナウンスしてほしいっていう、まあ、そういう要望の動画だったんですがいろいろコメントだとか、まあ、再度読み直してみてだとかこれはあくまで私個人の解釈になりますが、まあ、今一度解釈し直してみるとまあおそらく この副賞が直接手に入るタイプの新しいガチャっていうのは、まあ、課金ガチャとして新しく入ってくるのかなと。 で今までの絆系のガチャに関しては、まあ、そのまま残るんじゃないかなと思います。でまあこれに伴い一部のガチャが変わりますというような感じで書かれてるんででその伴うガチャっていうのが全部課金系ガチャなんですよね。でこの課金系ガチャが消えたり、まあ、絆でゲットできなくなって育成アイテムに変わるその要因として復唱が直接手に入るガチャが実装されるからっていうことであれば、まあ、この復唱が直接手に入るガチャっていうのも課金ガチャなんじゃないかなと。まあ、今までののこういったバンカサプライズとかの釣り場、財 雑貨といった、まあ、二次キャャャラクタターででですすねを課課金金してゲゲッットトるるるるガガチチがが消える代わりに撃きイプの課金ガチャが入るみたいなニュアンスで考えるのが自然なのかなと思いましたちょっと運営さんから公式の返事が来ない可能性があるんで一応私の見解だけ伝えておくとそんな感じかなと思ってて、まあ、もちろん最悪の事態は想定しておく必要はとても重要だと思いますが、まあ、自然な解釈としてはそのぐらいに落ち着くのかなと、まあ、もし今の「ラキスタ」だとか「まあ、美少女ラケンとかが消えるのであれば、まあ、それこそここに書かないと大笑い あれになってしまうので、まあ、運営さんもさすがにそこは分かってるかなと思うので、まあくまで課金関係のガチャが消えたり、変更したりして、新たな課金関係のガチャが入ってくるで、減法関係のガチャは今まで通りであるといいなと思ってはいます。まあ、こればっかりは蓋を開けてみないとわかんないですけどね。まあ、というより、私的にはまあ、今回のこの変更が課金関係のガチャだけだとしても、まあ、運営さんがこの複勝を直接手に入るタイプのガチャという着想に至ったところが気になるところで。まあ、今回は課金だけだとしてもまあ、将来的に1年2年。 立っていく中で、まあ、今の原稿関係のガチャもこの絆システムじゃなくて、まあ、直接入手システムに徐々に徐々に移行してくるんじゃないかってところはどうしてもよぎってしまうので、まあ、今すぐじゃないにしても、まあ、その導入としてまずは課金ガチャでやってみて、まあ、原稿でのガチャの方の絆システムも変わっていく可能性もあるなというところは、まあ、一つの未来として予想しながら心の片隅に置いてプレイするのはまあ,ありなのかなとで、まあ、実際変更するとしたらまたこんな感じでアナウンスが原稿ガチャもあると思うので、まあ、とりあえず私は言ったんですが原稿ガチャの方は今 今の絆システムのまま5月の大型アップデートでも走らせるのかなと踏むことにしました。まあ、これはもう各々みんなプレイしてる方がどのぐらいのリスク管理をするかですね。まあ、めちゃくちゃこれを危険と捉えてる人はまあ原稿とか課金なんかを控える必要があるし、まあ、今私が言ったぐらいの危機感の人はまあ猫の遊ぶハンダとか万事万能やなんかを早めに処理しておくかぐらいで絆のちょびだめなんかは相変わらず東洋、まあ、が近いキャラクターなんかはちまちま続けていこうかなみたいなっていう感じでまあ各々リスク管理しつつ納得のいく処理の仕方でやっていけばいいのかなと思います。 そこ,こが心配というよりはやっぱり大型アップデートが来るんでそれに伴って別途原稿だとか課金することでめちゃくちゃ有利になれる可能性のあるイベントが来るかもしれないので、まあ、この4月に結構リソース放出するのが怖いってとこですね、まあ、大型アップデート周りのために特に美課金の人なんかはリソース残しておいた方がいいんじゃないかなというような気がしたので、まあ、このキャラクター自体はめちゃくちゃ優秀なキャラクターで、まあ、特にまあ情熱状態に常になってて虚弱をカウンターで敵に返せて触れるものの火力を半減させながら、まあ、激怒によっても敵の主力ですね主に まあ攻撃力と状態上体制だけですが50%ダウンができて互角醒して置いておけばまあ皮肉で敵の攻撃を引きつけつつ敵を弱体化できるまあローコストで腐りづらいスキル設計のキャラクターになってるんでまあ基本取って失敗する可能性はものすごく低いまあ最近のキャラクターの中ではかなり登用おすすめ度が高い副将ちゃんではありますね私の中ではやっぱりなかなか育成不十分で活躍できる副将ってこのゲームにないのでめちゃくちゃいい位置づけのキャラクターだなと思いますでまあ帽子に対してパーの HP 回復する機能に関してはまあここも 必要できるなららモチベーションはさらに上ががりますが、まあ、なかなか帽子3体ガチガチに育成してるプレイヤーさんって多くないと思うんで、まあ、やれてハクタクとか Q ちゃんとか大使命なんかの HP 回復補助なのかなとでそれでしかも十分なのかなと思うんで、まあ、ハクタク大使命 Q ちゃんだとかそういったバッファー系で長生きするタイプのバッファーを複数体持ってる人なんかはさらに相性いいんで。 はい、基本的に副賞のキャラスペック的には全然登用してしまって問題ないぐらいハイスペックなキャラクターですね。いや最近、運営さん、キャラクターリリースの塩梅めちゃくちゃ上手ですよね。なんか昔はインフレインフレだったんですが、まあ、ちゃんとこのキャラクターの場合、火力を抑えてあったりして、インフレは抑えつつ、横並びで今までの副賞ちゃんたちと同じ基準で個性の違う副賞をリリースしてきたとで。しかもこのキャラクターの場合は腐りづらいという特性を兼ね備えてるんで、まあ、こういうキャラクターどんどん増やしてほしいですね。5月の大型アップデート以降も。 新しいレアリティ入れるっていうよりは、まあ、こういった横並び系キャラクターいっぱい入れて、まあ、デッキにバリエーションができれば、対人戦めちゃくちゃ面白いゲームになると思うんで、ずっと今までの流れで壊れキャラクター出さないと売り上げ上がんないような雰囲気ありますが、まあ、この感じのキャラクターどん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 リリースしていけば、もういろんな面白いデッキがプレイヤーの中で作られると思うんで、まあ、その文化が根付けば、壊れじゃなくても売れる文化になるんじゃないかなって、個人的にはちょっと思いますけどね、ちょっと今からこの壊れ文化を軌道修正できるかどうかはわかりませんが、まあ、私的にはこういうキャラクターとかであれば、キャラとしては全 全然登用してもいいのかなって思えるようなキャラクターだったんでまあコアレ出さなくてもこういうキャラクターいっぱい出していって目先の利益じゃなくてまあ長期的なゲームの面白さを上げていくことで収益を上げてってもらえたらいいなと個人的には思いますがまあそれがうまくいくかどうか判断するのが難しいからコアレ出さざるを得ないのかもしれないですけどねまあ私個人的にはそう思いましたでまあ、あとは主力のキャラクター一体も持ってない人は見送った方がいいですねまあこのキャラクター自体が主力として立ち回るのがとても苦手なキャラクターなんでまあ同じ皮肉キャラクターだったら猛角とかであればまあ最後の1対1とかになっ 反射でで敵倒しに行けるんで対人戦においては攻めもできるキャラクターになりますが、まあ、このキャラクターはどちらかというと受け専門になるので、まあ、敵を弱体化させた上で味方に戦ってもらうっていうような副将なんでアタッカー系キャラクター乏しい人は。 こののキキャャララククタタターーーを取るとといいいいいうよりはは絆の水引きはアタッカー系対人も強いキャラクターに回した方がいいと思います、はいまあ、なんでキャラスペック的にはもう全然デッキに差し込んでもいいなと言えるぐらい成熟したキャラクターですが、まあ、5月の大型アップデートですねから8月ぐらいまでどんな新しいシステムがこのゲームに実装されるか分からないので、まあ、そこが心配な方は1回ここは原稿だとかリソース貯めておくのもいいのかなという提案でしたキャラ的にはクリアしてると思うんでそういう心配がなくていいなと思ってる方は言っちゃってもいいようなスペックのキャラクターだとは思います はい、最終日、まあ、ランゼロファーストシーズンの方では一応絆ちょびだめしておこうかなと思いました。はい、ためておきます。はい、で、王将くんちゃんのガチャもガチャ最終日となりますが、まあ、将くんに関しては MR アバまで出てますが、今、そこまでゲーム内で幅を利かせられるようなキャラクターではないので、まあ、基本的にはするになりますかね。で、まあ、UR の王将くんが、ラキスタガチャなんかに顔出せない、UR の中では結構レアなキャラクターなんで、 でしかも UR の王将くんちゃん、扇関係結構種類あったりするんで、内容は10課金以上の方向け、まあ、美課金でもこのいいナオトラの奥義なんかは狙えるかもしれませんが、まあ、とりあえずそんなに焦って登用するキャラクターではないかなと思います。まあ、一応、MR ワゴンセールの綺麗多彩ガチャだとか、仮想の集いガチャの方には顔出してくれるんで、まあ、そっちで絆ゆっくり貯めていけばいいのかなということで、まあさし指狙ってる人は絆のちょびだめぐらいしておくぐらいでいいのかなと、ああいうとこですかね。まあ、ちょっと昨日の 運営さんの告知情報のせいで絆ちょびだめ心配な人もいるかもしれないんで、まあ、そういう方は先ほど言ったように自分のリスクの終える範囲内で絆ちょびだめなんかもやるやらないの判断していけばいいのかなとはい思いますまあそもそも王将くんぐらいの奥義のゆるさのキャラクターだったり、まあ、絆貯める場所がやや少なめのキャラクターなんかは星の羅針盤だとか万事万能やまあちょっと万事万能や終わっちゃいますけどねなんかから登用していくのがいいタイプのキャラクターだと思うのでまあここで絆ちょびだめする必要は基本的には必要性は薄いかなと思います今ちょっと喋りながらなんとなく貯めちゃいましたが少し後悔し はい、で少女の出会いガチですね、はい、こちら今回円決心の祝福で確率でドロップ外したとしても消費した原報数に応じてときめきメモリーズをゲットできるイベント期間中になるんで、はい、ときめきメモリーズ50個集めることで少女の辺で1個と交換できて、まあ、それが混沌素材につながるという原報で混沌素材を集めるのであればとてもお得な期間になっているので、はい、最終日ガチャ3000原報ぐらいまで回しておくように狙ってる人はしましょう、まあ、ただ基本的にはおすすめは月末の次回反響のタイミングなんかに合わせて原稿消費した方が、まあ、次回反響の方から消費し 原報数に応じてボーナスアイテムがもらえたりするんでまあ、どうせ回すなら月2回ですね。のこの円結針の祝福イベントの中でも今回の月末の次回半響のタイミングで原本を放出した方がいいかなとは思います。はいで炭蔵工房ガチャ終了近づいてますが、こちら今回3回分無料枠分回した後、明日0時になった瞬間もう1回無料枠分回すことで何回報酬の炭蔵月2個をゲットできますので、こちら明日0時から朝10時までの間に必ずログインして炭蔵月2個をゲットしておきましょう。はい浸水工房も同様に明日0時に無料枠分引いた後、プラス300原 払えば段階報酬の真髄正解2個ゲットできますんで、こちらも合わせてゲットしておきましょう。はい、そして万事版の屋ですね。はい、今回アイテム交換期限迫ってますが、まあ、これはもうアナウンスでこの複勝関係ですね。はい、万事版の屋と猫の遊ぶ範囲に関しては、6月10日、7月8日までは通常開催。 になりますが7月2日の部から猫の遊ぶ班はバンジュバンの絵は7月23の部から今の副祥ちゃんの絆ですねは入手できなくなって育成アイテムに変わってしまうということで、まあ、また直前にどういう内容かアナウンスあるかもしれないので私は今のところまだ一応次回の部ですねのバンジュバンの絵や猫の遊ぶ班もう一回普通の通常開催いきますんでもう一回ためとこうかなとは思ってます副祥ちゃん的にも、まあ、リュービーいるんですよねここに、まあ、ただこれランダムドロップなんで、まあ、どれ当たるかわかりませんが割とこれ今回いいメンツではあるんですよね、まあ 炎章竜尾まあでも結構コウソンさんだとかケンテイだとかあとカンウとかあとチョウウンだとかここら辺当たっちゃうと多分すでに絆結構貯めてる方もいると思うのでまそういう方は今まで貯めた絆が無駄になってしまうのでで、しかもまあ私の場合ここの穴山小助からずらっと入手済みのキャラクターたちですねここら辺の嶋佐根ぐらいまではこれ当たってもあんまり大儀いいキャラクターじゃないんでま半分ぐらい外れですね約でまあこの総儀から副皇后長儀とかここら辺のラインナップたちはとても大儀優秀なんでまあ1かバチかですね今消費するとしたら次回 の,万事万の矢がどういうキャラ来るか分かりませんがまあ、どうせ消費するならリュービちゃんもしかしたら当たるかもしれないので今回行くっていうのはちょっと面白いかもしれないですけどねまあでも多分当たんないと思いますよっぽど絞られてない限りはまあ、そういったランダムにかけるのが嫌な人は SSR の副将セレクトですね。の方に今回大京象協がいるんでもうこちら他の副将と違って240絆要求される副将ちゃんで百貨交換券を使って交換するのはもったいないキャラクターなんで大京象協だとか顔料文集みたいな240絆のキャラクターはこういうところから交換するのがめちゃくちゃおすすめなんでしかもこの SR の方は確実に欲しいキャラクターを選んで入手することができるんで、まあ、大強賞強だとかに放出していくのがいいかなって思いますねで猫の遊ぶ班の方も最終日になってますがこれ猫コインパクトショーでちびちび貯めていくのがとてもお得なガチャでしたが、まあ、こちらもアナウンスがあったように、まあ、この副賞セレクト箱の方があと数ヶ月で終わってしまってことで、まあ、昨日視聴者のネスさんがそれに合わせてこれまでの猫の遊ぶ班ですねに並んだ2次キャラクターのラインナップまとめてくださっておりまあ、ちょっと周期とかは特になさそうなんですが、まあ、こんなキャラクターたちが出る傾向にあるということでまあ猫 この遊ぶ班あと2回ですね。通常実施されますが、そのタイミングでこれらのラインナップの中からどれかが来るかもしれないので、まあ、それ狙いで貯めておくっていうのはありかもしれませんね。もうコキビとか狙ってる人いるかもしれないんで、来るといいですね。そういういのが、まあ、個人的にいいなと思うのは9月12のコキビとか7月11日のコキビがいる回い。まあ、MR、アバカで仲間連携スキルで流血がもらえる森本成ちゃんがいる12月12の回のラインナップだとか11月3日のヒミコも、まあ、嫁めかでカウンターめちゃくちゃバケたんで、まあそこら辺も捨てがたいし結構いいラインナップありますね。まあ今回の4月12日 の野、吉野、小松、大工房、精子、橘、宗茂がしっくりきてない人はそういったラインナップ待つのもいいかもしれませんねまあ、全然違うラインナップが来る可能性もなきにしもあらずですがネスタン情報提供ありがとうございましたまあ、これ確実にゲットしようと思ったら600個ですね ネココインが必要になるんで、まあ、今からネココインパックショーで安く600個まで集められるかどうか計算していただいて間に合わなそうであればもう放出してしまうか、まあ、ここのアイテムがもしかしたら真髄成果だとか、まあ、椿翡翠だとかなんかに変わってくれる可能性もワンチャンあるかもしれないんで、まあ、そっちの方が嬉しいって人はキープして貯めておくのもいいかもしれませんね、まあ、ガチャ自体は残るんでこ、はい、こも脳の判断していくようにしましょうはいとしていかがだったでしょうか、まあ、ちょっと昨日の告知情報のアナウンスで色々考えることも増えてきましたが、まあ、やっぱり運営さんからは正式にどういう風な変 ここがあるのかもうちょっと細かく伝えてもらえるとプレイヤーも気持ちよくガチャに対して向き合えると思うんで、はい、ぜひ運営さん見てたらアナウンスいただけると嬉しいですえ今日この後また明日メンテビなんで更新情報の動画をマップしていくんでそちらも楽しみにお待ちいただければと思います最後までご視聴いただきありがとうございました